はい、順調のうちでございます。月曜日は月ガチャ。今回はかなり選択肢に悩まされてはおりますが、このガチャに行こうと思います。では参りましょうか。スタート。ほい、ということで本日2月16日、常に火曜日にはなっておりますが、ちょっとね、ようやく深夜に仕事終わって帰ってまいりましたということで、今回このグループピックアップっていうのが先週から実装されました。ですね、ルナ、ディエネ、セリス、この3人がまあこの中のガチャの、いつもだいたいこのランディのように1人が120回回したら確定で手に入るという形なんですが、今回この3体一体どういうことやねんとなっていますが、この左の上の方を見てみますと、星の蜃気楼のコインというものがありますね。ちょっと見ていきましょうと。僕があくまでこれを理解している件ですが、まだ1回も引いてませんよ。この星の蜃気楼のコインというものが1回召喚することによって1個手に入るんではないだろうかと。で、そのコインが120枚、つまり120回っていうのが天井なので、120回まで行ったら、まあルナなりディエネなりセリスがまあコインで交換ができるという形になっていますと。で、今回は嬉しいところが、この異物も100で交換は可能という形ですね。今までちょっとキャラしか手に入ることができなかったよという風な悩みはなくなるという感じですね。まあただこれは昔、そうですね、このセリスの異物は見たことあるね。新たに出てきたっていうわけではなさそうですかね。うん、これはいいちょっと異物だね。うん、まあドロップできたら一番いいんだけど、このドロップ確率っていうのが、まあ一応星5が出る確率が 1% で、中の星5が出る確率が 0.33。 もう出ねえだろこれ。 0.33 ですね。で、まあランディとか奇声見てみましょうか。こちらが出る確率が1% ですね。奇声 1%。 まあもちろんランディも 1% になっているんでしょう。 1% つまり3分割して 0.333。 はっきり言って天井に行く確率が非常に高いガチャってことですね。で、この中で僕セリスは持ってますと。で、ルナに関して言えば、ちょっと別にいなくてもいい。ただこのディエネがね、欲しいなぁとちょっと思ってるんですよ。ルナもディエネも限定キャラはキャラなんですが、ちょっとね、バッファーとしてのキャラクターが欲しいなと思ってディエネ狙いに行こうかなと思います。で、ちょっと情報的に言わせてもらうと、このピックアップの規制が終わった後出てくるのがなんとテネブレア。持ってないっすね。これも引こうかどうか迷うんだけど、テネブレアを可愛いだけのキャラだけで取りに行ってしまうような気になってしまうんだよね。あとはこのグループピックアップ、つまりまあ出ねえと思うけど、ドロップする確率が相当低いってことは、今後もしこのディエネ以外、海辺のベローナとか限定のガチャで詰め合わせてくる可能性あるよね。限定、テネブレアの水属性のやつもありましたよね、イベントだから。それとかもこうやった詰め合わせパックで引くとなると相当きついね。まあちょっと初めてのこれ試みらしいんで、ちょっと引いてみようかと思います。はい、ちょっとイセリアがこの後でいつ出てくるかわかんないっていうのもあるけどな。ちょっとランディも限定だからね。とりあえず手持ち今180あるけど、もう天井角度で行きましょう。うん、皆さん多分他の方とか引く人いないと思うんだよね、これね。無理にもう多分 DNA 持ってる方多いと思うんで、見てください。右下の方ちょっと注目ですね。限定グループピックアップ召喚を続行でプラス2になってますね。プラス2だから引いた。おっ、しゃ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 、もしかしたら飛び込んでくる可能性はありますからね。注目はしておきましょうね。さあ、ごい。あ、人じゃないね、異物ですね。さあ、ごい。星4ですね。何でしょう。
これこの前も見た気がするな、ウォリア系統な。全然使ったことないね、あの遺骨。最後、いやーもう皆さん期待はしないでください。ほとんどこの 0.3 っていう確率が出ないと思います。ただでさえ天井まで星5は行くんで、厳しいよな。でもちょっともやもやして星4とか手にしたいね。キャラクターって子は、まあ、どちらかというと異物が欲しいね。星4系とかで、星5の異物も1回ぐらいは出てきてほしいね。ちょっとこれ見やすいね。今まで120までのカウントダウンだったんだけど、これカウントアップになってるから次あと14、今14回ですとか見えるっていうのがちょっと分かりやすいかもしれないな。どっちがいいかね、皆さんね、これ引いていくときにね、どんどん溜まっていった方が私は見やすいような気はしないでもないけど、いやーきついな、全然もやんねえわ。よく僕が言ってるのは10回で1回もやったらいいって言ってる、もやるって言い方がちょっとすいませんね、セブンナイツの言い方でね。ピカピカ演出、まあ演出が、よし1回少ねえな。だ20回だったら本来、おしゃ来た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 、もかもかもかも、さごいさごい、どっちが余す、ああいるつか、飛び込んでは来ないかな、とーと、なんでしょう。これもう結構あんだよな、多分関東ぐらいこれいったな、1個初めて。よし、演出も少ないって、そんなことはないよねきっとね。以前普通のピックアップと星4が出る確率は一緒ぐらいだと思うからね。25回、カモン、これやってるとなんか10回で一発でバーンって引いちゃいたいね。なんかただこれ1回星5が出たところでリセットはかかんないっていう利点があるんですよね。だからもしドロップ星5した場合、運良ければ120まで貯めて2体手にすることができるっていう可能性もありますからね、もし石を割っていけば。寒い、ああ異物か、おお来た来た来た、異物5、誰が来る、どれだ、おっと意外って、リアンナとルシエアンナですね。これまだ全然感動できてないんでちょっと嬉しいね。これ結構使い勝手がいいやつだね、確かね。おおできれば DNA の異物狙い、異物もし出るとしたら、あれも限定なよねきっとね。あとつ攻撃するスキル以外でのスキル使えば、ヒットポイント回復みたいのがついてたからね。いきますか。まず1回目ボン、厳しいな、これで10回分か、おーしゃあった、4回、これ元取ってるね、10回に1回の演出が来てるね。さあ来い、あーイブさん飛び込んでは来ないかと。何でしょう、アンドレスの投球ちょいちょい見るけどあんまり、何これ、敵単体攻撃した時50発の方が敵の攻撃力3除去、どうだろうなこれ使い勝手は、あんまりこう魅力的には感じないな。リアンナがちょっと今日の中で1当たりだね、1番の当たりでしたね。よっしゃ、よしよし、さあ来い、人か、よっ人来い、あーダメか、4か、ローマンでございましたね、あローマンじゃない、クロゼか、40回目でございます。よいしょ、40回目かこれリスキーだな。ただ今後さ、この DNA がいつ引けるかっていう可能性あったらもうここで引きたいんだよね。さあ来い来い、ちょっと来ないか、青フューリオスゲットラッキー、まだ全部ね解放してないから、フューリオスは嬉しい。
人だったらフューリオスが欲しいね、いっぱい。オーグレンですね、新キャラゲットです。まあ以前も手にしていたのでストップがかかんなかったと、あっという間に消えたね。くそ、うーわー、これ甘い考えで引けないね、この。よし、異物星5、異物星5、もうキャラクターは絶対出てこないと思うのね。 OK、 来い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 、あー来ねえか来ねえか。さあ、なんだ。おお、マージラハ、マージラハ、これはまあいいね、これは嬉しい。まもなく半分に近づこうとしております。50回目を超えました。まあ別にこれね、何回もガチャ引けば引くほど確率が高くなるわけじゃないからね。それだけ皆さんご注意くださいね。でも終わりが見えない系だから余計さ、確率悪いんだろうなって思っちゃうよね。ドン、いやきつっ、ここで打ち止めか。まあ1回演出来たぐらいだね。でここで購入ボタン、ドン、もうやだな、ポン、ここで割り切っていこう。ここの10回で1回は演出来たい。よし、ドン、押した、よかった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 。10回引いたら1回ぐらいの演出のペース、最低限これが。さあ来い来い、ダメか、なんでしょう。おー、無限のバスケットですね。当たりは当たりです、ね、これは使える、使い勝手がいい、いいブスだね。よし、ドン、あと何発、これで半分超えました。60回とりあえず超えました。はぁ、半分か、ドン、よいしょ、どけしょ、いやこね、演出、おお、ゴッドマザーさん、ドン、ダメか、買わなきゃな、これでダメでしたね。これ1回50個購入して1回の演出いきましょう。演出1回目指して、ドン、異物が欲しいな。これだから異物をさ狙いにくくなったよね。あ、キャ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 、さあ来い、さあ来い、さあ来い、カモンカモン、イブズ、はい、星5、よし来た、 DNL、 イブズ来い、頼む頼む、あれ全然違うの来た。ハスゲットですね、サーカスファンタジア。バトル開始時自身の効果命中率が 25%、この効果は自身が攻撃するたび 2.5% ダウン。うわー、おー、持ってきた持ってきた、よし、お願いしますお願いします。さあどちら、まず人か、あー、まあ人か、フューリオス来い、フューリオス、あー、シルクでございましたね。すごいな、この子エロすぎるボディですね。よし、あー、2回演出が来たけど引き抜けなかったな。あ、ちょっと新しい星3のキャラクター出てきますね。演出が飛ばせない。他に、おばあさんの他に誰かな、これ。私の名前ですか。イアン、イアンですね。まあちょっとストーリー今一番最後までやりましたけど、まあどっちかって言ったら悪いやつ系が出てきましたけどね。よいしょ、どんな感じ。敵単体にダメージ 50% の確率で強化効果解除、味方全体に攻撃力アップ、命中率ダウンのスキルダメージ無効。あ、結構なんか新しく出てきた星さんって結構いいね、いいスキル持ってるやつ多いな。結構ね、自分いつもなんかこの月ガチャのピックアップを引いてる時に思ってるのが、後半自分ほんと引きが弱いね。前半結構演出がポンポン出てきて、後半この
80から90ぐらいになると、おーちょちょ、来た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 、すごい演出が少なくなるんだよね。おー、来た来た来た、よし、イブス来い、ディアナ、おー、やったー、来たー、よしよし、これディアナなんだ、さっきのやつだよね。攻撃以外のスキルを使用したときに味方全体の生命力を 4% 回復する。おーしよしよしよし、これはよし、とりあえずゲットできた。ニューですね、やっぱ僕初めてゲットしました。あーよかった、これでなんとか成仏できるぞ。よし、あーよかった。しかもこの星5の異物も自分が欲しいのっていうか分かんないからな。おーしよしよしよし、来た。さあ5異物、異物4ですね、4444。さあカモン、ドン、あ、ローザ・ハルゲナ、いつも見んだよなこれ、ドン。あとはもうちょっとか。あー来た、なんか人の星5引いちゃってください。おーまた来た、星5来た。さあ何が出る、何でもいいよ。おー初めてのやつ、シグルの王かも。これルナのやつだったのかな、ちょっとルナのやつチェックしてなかったけど、自身の生命力が 50% 以下の時に攻撃力 25% 耐えるダメージ 25% を回復すると。えこれ1回だけかな、1回じゃなかったらすごいね。あーまあでも1回だけだよきっとね。で 50% 以下になって誰かが回復してくれて生き返る、でまた減ったらまた 25% アップするっていうわけじゃないのきっとね。そうだったらめちゃくちゃ神の異物だぞこれね。でもこれ絶対にピックアップで人を出すのは無理だな、相当な運がないと無理だよね。ちなみにこれ星5は 1% っていうのは 1% で、その中から 0.3、0.3、0.3% ってことなのかな。あと2回で、とりあえず天井、天井という名のコイン集め、ポストな。あー終わりか、これで逃げましょう、逃げましょう。いうことで召喚マイレージがだいぶたまったね、6個もいただけた、もうこれで1回引けるね。そしたら行こうか、ここで間違ったものを選択絶対しないよね。先ほど見た異物ですが、まあこの色褪せないと、これか、さっきのは違いましたね、ルナのものではなかったね、ちょっと似てたけど別のキャラクターだったんだな。さっきディエネ引かせていただきます、ディエネいただきます、ポーショナ。うわーボーディー来た、天井とはちょっと分かってはいたけどな、うん。では最後に無料10連ガチャ行ってみましょうか。ほいということで最後は制約召喚の無料ガチャ編でございます。いきましょう、大丈夫だな、無料召喚だろうな。この流れからいって何かいいものが出るとは思えない。まず一発、ちょっとだいぶ収録時間が長くなってるからもうどんどんね省いていくね。ポストラン、あ、イアン出た、イアン出た、あ、これ氷属性なんだよ、さっき属性見なかったけど。ポストラン、あ、もうねさっきのね悪い負の連鎖が続いちゃってるからもう一回も演出出ないな、きっと。うわぁ、今この時間帯ダメなんだね。全然死んでるわ。ほら、無料。あと4回。さあ、流れるね。かなり回しました、私。完全いっちゃってますね。あっちゃー。これだから無料ってきついなぁ。さあ行きます、はい、ドン。あーダメか、もう今日はダメな日だね。ちょっと今時間帯が合わなかったんだろうね。はい、ということで
うわーもうだいぶ石割っちゃったな。今となってすげー実感してる。1万9000か。1回ですねもう。うわきちい。ちょっと俺失敗したかな。ランディ引いた方が絶対良かったのかもしれない。うわーすげー失敗こいちゃったな。まあちょっとテネブレアも引けねえなこれ。ということで本日はここまでしたいと思います。とりあえずディアナをゲットさせていただきました。もしよかったらグチョブチャンネル登録してください。まあちょっとこのグループピックアップの参考になったら良いかと思います。まあ相当欲しいキャラクターじゃない限りはグループ行かない方がいいんじゃないかなと思います。本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグチョブチャンネル登録してください。ディアナさんバイバイ、ありがとうございました。